アルゴンキンゴ派は、アルギック語族に属し、アメリカインディアンのアルゴンキン族によって話される語派で、ある。アメリカ合衆国北部及びカナダのロッキー山脈から東海岸に至るまでの広い範囲で話されていた。共通の祖母から発展したと考えられており、祖母は少なくとも3000年前に話されていたとされる。アルゴンキンゴというのはこの語派の中の一つの言語で、あり。 ご派のことではない。アルゴン禁書語は大きく大平原、中央、東部の3語群に分けられ、さらに27ほどの言語に分けられているが、分類に関しては議論がある。A 中央、平原語群アルゴンン語による看板表記 B 東部、アルゴンン語群ケベックにおける10の方言を含む分布図アルゴン禁書語は典型的な複層合的言語である。つまり、 他の多くの言語では単語数個からなる文で表現される内容を一つの動詞で表すことができる。また三人称は少なくとも二つに分けられ、これにより談話で話題となっている中心的人物が明示される。エドワード・サピアやレナード・ブルーム・フィールドによる研究が特に有名である。白人による同化制作であるインディアン・寄宿学校による英語教育の強制により、 多くの言語が絶滅に瀕しており、すでに絶滅したものもある。この地域の地名は、アルゴンキン語族によるものが多い。例としては、マサチューセッツ、コネチカット、イリノイ、ミシガン、ウィスコンシン、ミルウォーキー、シカゴ、オタワなどがある。他、ありがとうございます。